皆さん、はじめまして。四人のタニアです。カナダから参りました。どうぞよろしくお願いいたします。私の選んだ漢字は、壊れるの会、そして壊すの会です。何が壊れますか？何を壊しますか？それは私たち人間の体、そして私たちの人生です。私は日本語に来る前、日本に来る前、研修医として4年間病院で働いていました。病院の中でたくさんのことを見て、たくさんのことを知りました。今日はそのことについてお話ししたいです。研修医として働いている間に、病気によって人間の人生がいかに壊されるか、そして病気が人間の人生をいかに壊すかということを知りました。病院で働く中で、さまざまな患者の病気、重い苦しみ、そして貧困に出会いました。私はカナダで不自由のない家庭で育ったので、医学を勉強する前はその苦しみを知りませんでした。病気になったとき、病院に行かなければなりません。そして病気になったとき、いかに人間が苦しむか、それを説明することは難しいです。たとえ医者でも患者の苦しみのすべてを理解することはできません。それでも医者は患者の気持ちを理解することを忘れてはいけません。ある日、あなたが癌やその他の大きな病だと診断されたらどうしますか？自分の生活が壊れていくような感じがすると思います。治療のために病院に行かなければなりません。そして薬も飲まなければなりません。そして本当に疲れ切ってしまいます。皆さん、想像してみてください。あなたはお金を得るために働きたいけど働く力もありません。そして恋人を愛して抱いていたいけど抱く力もありません。最後の時まで子供たちと時間を過ごしたくてもそれも難しくなります。病気のせいで自分の体のコントロールをできなくなって、したいことができなくなりません。時には自分の体の大切なことを悲しまなければなりません。例えば乳がんの場合は、女性は乳房を失い、自分の女性性を表すことの一つを失います。このようにたくさんの患者は自分の大切なことを悲しまなければなりません。そして病気の残酷なところは予測不可能なことです。それはある日突然来ることがあるということです。私はあの人のことをはっきり覚えています。彼女は突然の腹痛で入院されました。それから末期がんと診断され、私が働いていた緩和ケアの病棟に来ました。そこで彼女といろいろな話、例えばもちろん病気のこと、そして彼女が入院する前にどんな生活をしていたのかなどという話をしました。彼女は入院前に普通の豊かな生活を送っていたのに、でもわずか2週間で死んでしまいました。彼女のすべてが終わってしまいました。そして残念なことに、たとえ若くても自分の命を死から守れるとは限りません。
私より2歳若い男性が白血病で死んだ時、それが分かりました。緩和ケアの病棟は普通は70歳ぐらいのお年寄りが多いです。その中で彼だけが若かったです。彼は、ここは私の場所じゃない、絶対に生きるといつも言っていました。彼は最後の日々まで絶対に生きると信じていたのに、どんなに強い意志があっても彼の現実は違いました。結局、人間は死から逃げることをできないのです。そして病気になれば、体、生活、人生が壊れて壊されます。だから私たちは自由な体があれば、好きなこと、できることをしなくてはいけません。自由な体がある限り何でもできるし、どこにでも行けます。私は10代の時から日本語に興味を持っていました。でも医学の勉強のせいで日本語に集中することができませんでした。だから研修医が終わってから日本で日本語を勉強することに決めました。だから今ここにいます。人間の人生は予測不可能で短いです。後で後悔しないように、そして私の体が壊れないうちに、そして皆さんの体が壊れないうちに、今したいことをしませんか。今でしょ。ありがとうございました。